聞いた？次の駅はピノコニーだって。夢みたいに綺麗な世界だって言われてるんだよね。でも車掌さん、招待状に書いてある宴の開始時間までまだ結構あるって言ってたから、何して暇を潰そうかな。あれ、スマホ鳴ってない？グループチャット？ブローニャに返事くらいしてもいいのに。ねえ、炭鉱のところに行ってみよう。これは手紙？今は世間話をする気分じゃないんだ。ラフのことがあってから俺もいろいろと考えて。タンコ、ごめん、責めるような言い方しちゃって。そうだよね、先週であんなことがあったんだもん。整理するのに時間が必要だよね。いや、やはり今回は列車に残ろうと思う。ベロブルグが祭りを開催できるようになったのはめでたいことだ。存分に楽しんでくるといい。それから俺の代わりに皆に挨拶するのも忘れずにな。うん、じゃあ炭鉱はゆっくり休んで。次の開拓は絶対に逃しちゃダメだからね。ああ、約束する。ほんと頑固なんだから。じゃあうちら二人で行く？残念、せっかく旅行気分で出かけられるっていうのに。それは分かってるけど、気持ち的にはやっぱり残念だなって。それより姫子も一緒に来てくれたらいいのに。タムは列車を勝手に離れられないって乗客のみんなには伝えてあるはずだけど。もう授業に集中しないななんて悪い子だな。ねね、姫子に聞いてみない？もしかしたら一緒に来てくれるかも。そういえば
あんたが乗車してから結構経つけど、まだ一度も姫子と旅に出たことないよね。ダメダメ、ほら姫子のところに行ってみよう。どうしたの、美月ちゃん、ニヤニヤしちゃって。何か楽しいことでもあった？姫子、聞いて聞いて、ヤリーロシックスの大守護者がお祭りの準備をしてるらしくて、うちらのことも招待してくれたの。炭鉱は療養中でどこにも行けないから、姫子とうちらの3人で行かない？カカリアと戦った時だって姫子はめっちゃ力になってくれたし、きっとブローニャも自分たちを助けてくれた人に会いたがってると思うんだよね。美月ちゃんが元気いっぱいなのはお祭りを楽しみにしていたからなのね。誘ってくれてありがとう。でも少しやらなきゃいけないことがあって、しばらく出かけられそうにないの。大好きヤリーロシックスでの開拓の後はあんたたち、それから炭鉱が自らの足で刻んだもの、現地の人たちの感謝の心はきちんと受け取っておくべきよ。次は絶対に時間を作るから一緒に行きましょう。ナビゲーターのスケジュールって本当にギチギチなんだね。今回はうちら二人で行くしかないか。そうと決まれば早速部屋に戻って荷物をまとめよう。準備が終わったらうちのところに来て。私はやらなきゃいけないことがあるから二人で楽しんできて。あ、ついでに。なんだけど、どうかな。ずっとクローゼットで眠ってたんだ。やっと着るチャンスが来てくれた。めったにない機会だもん。ちゃんとおしゃれしていかないと。っていうかあんた、まさかその服しか持ってないの？まあいっか、一人でも身なりが整ってれば大丈夫でしょう。どれどれ、パジャマ、湯たんぽ、パムのぬいぐるみ、バッチリ出発しよう。そういえば荷物まとめるの早かったね。持ってく。パムは列車を降りられないから、こういう形でしか一緒に開拓できないんだよね。さっきヨウおじちゃんがまとめたヤリーロシックスの観測記録を見たんだけど、うちらが初めて開拓した時より地表の平均温度がかなり上がってるみたい。まだ過ごしやすいとは言えないけど、いい方向に向かってるサインだから、ブローニャとゼーレきっと喜ぶだろうな。それでどう、出発の準備はできた？何？まだ準備できてなかったの？じゃあ早く行ってきて。ここで待っててあげるから。さてさて、どう、出発の準備。イエーイ、ベロブルグ、またうちを迎える準備をして待っててね。
ヤリード6、ベロブルグ。借りたら返してもらうよ。吹雪の中で生きてきた人たちってどんな風にお祭りの日を過ごすんだろう。きっとどの世界のお祭りにも美味しいものがたくさんあるよね。お願い、ベロブルグ、うちの…素晴らしいと、さようなら。我々はとうに嵐に踏み入った。守るべきもののために打ち崩せ。千の鎮気を一心同期。世の万物人事なっ。チェックメイト。輪を持って勝負解散。立ちなさい。我に力を。呼吸するその感覚。牧さんは無意無情なり。待って、あそこに立ってる人が着てるのシルバーメインの制服じゃないみたい。あの黒い制服、もしかしてカンパニーの人？なんでこの星に？うちの目が霞んでるわけじゃないよね。あのスターピースカンパニーのことだよ。ほら、あちこちでし、まだ思い出せない？チャーリーは覚えてるよね。あれもカンパニーの製品だし、あとは、そう、スターピースラジオも。スターピースラジオは聞き覚えあるでしょ？列車でよく聞いてる。いや、それは今はいいや。重要なのは、なんで急にカン、仕方ない。こっちから挨拶しよう。大丈夫。カンパニーの人って話しやすい印象があるから。あんたってスターピースカンパニーの社員さん？それともただのコスプレ？ボス、ストレンジャーを2名発見しました。始末しますか？何バカなこと言ってるの。今すぐ行くからそこでじっとしてなさい。どうも、はじめまして。私はトパーズ、スターピースカンパニーの投資専門家で、今回ヤリード6に来たのは特別な業務があるからなの。私の同僚はちょっと口下手なだけだから気にしないで。はあ、びっくりした。軽い気持ちでお祭りに参加しに来たのに、また変なトラブルに巻き込まれるかと思った。あ、そうだ、自己紹介を忘れてた。うちは美月なのか、請求列車の乗客。請求列車は聞いたことあるよね。隣にいるのはうちの仲間で、同じく列車組の一員なの。なるほど、一目で現地人じゃないってことは分かったけど、まさかこんなところで七死人に出会えるなんて奇遇だね。そういえば聞いたことあったの、ヤリード6が性格の影響から逃れられたのは開拓の協力があったからだって。もしかして二人が。ちょっと、関係ない人の前なんだからもっと謙遜して。へえ、まさかここで伝説の人物に会えるなんて本当についてるね、カブ。
それにしてもトパーズって若く見えるのにもうカンパニーの管理職についてるの？羨ましいな。とんでもない。ただ運に恵まれただけだよ。業務に追われて銀河を駆け回ってるだけだから楽しい仕事でもないしね。業務の部分を抜けば列車組の仕事とあんまり変わらないね。ヤリーロ6がこんなに早くカンパニーと連絡を取ってビジネスを始めるなんて、さすがブローニャ、仕事が早い。ビジネスの内容は2人が考えてるようなものじゃないかもしれないけど、後半の部分は同感。あの大守護者には確かに都市を治める腕がある。今回の訪問も実は彼女と会うことが目的なんだ。美月さん、さっきベロブルグのお祭りに参加するって言ってたよね。ごめんなさい、私と同僚が時間を取らせちゃって。気にしないで、別に急いでるわけじゃないから。そうだ、トパーズもうちらと一緒に行かない？この雪原は寒いし迷子になりやすいし。心配してくれてありがとう。でも私たちなら大丈夫。私も彼もこの星に来るのは初めてだから、もっとランドマーク的な雪原を堪能したいと思ってるんだ。もし私たちに縁があったらお祭りの会場で再会できるかもね。はい、私の連絡先。仕事中は返信しない主義だから、終わったらまた話そう。うわ、あっさりカンパニーの管理職の人と連絡先を交換した。うちもぜひ教えてください。いいな、和気あいあいとした雰囲気で羨ましい。じゃあ私は先に行くけど、またどこかで会おうね。銀河にまたがる2つの勢力がこんな風に偶然出会うなんて、運命って不思議だね。さてと、そろそろ町に入ろっか。うわ、人がいっぱい。記憶の中のベロブルグと全然違う。ほら早く、広場に面白いものとか美味しいものがないか見に行こう。あれ、あそこにいるのってボレスじゃん。やっと友達ができたのかな。何を話してるのか聞いてみよう。じゃあノーバートは。なあノーバート、教えてくれ、どうしてこんなに早く出られたんだ。文化財の転売、シルバーメインの紛争、どれも大罪じゃないか。そりゃあおじのおかげだ。ああ思い出した、お前のおじさんって確かノイアー大臣。そうだが、正直に言うが、お前少し面の皮が厚いんじゃないか。いや、俺だって自分から頼んだわけじゃないな。俺、え、それは何なんだ。あの中で散々苦労してやっと出てきたっていうのに、お前たちまで俺を追い込むのか。うわ、口喧嘩になりそう。うちらは離れてた方がいいかも。あれってペラだよね。また子守役してるのかな。これからペラお姉さんが博物館の歴史について紹介しますので、皆さんよく聞いてくださいね。ベロブルグ歴史文化博物館は600年前、初代大守護者である
アリサ様を記念するために建てられ、お腹ペコペコ、有効魚のお刺身が食べたい。初代大守護者であるアリサ様を記念するために建てられました。そして知ってる、上層部でシルバーメインの生活体験キャンプが開かれるんだって。面白そうじゃない。そして700年前、侵略者との戦いで亡くなったベラお姉さん、報告報告、ペトロが寝落としています。いい加減にしてください。今から無駄話は禁止。罰として宿題の書き写しをしたくなければちゃんと話を聞くように。わかりました、ペラお姉さん。よろしい。さて、どこまで話しましたか。そのペラにもあんな怖い一面があるんだ。休め。シー、みんな静かに、もうすぐライブが始まるから。セーバル、セーバル、跳ね上がるビート、無法に落ちて、かき鳴らし打ち砕け、ライオンがサイレンを飲み込む、 No escape, shout the loud。 疲れた。ブラブラしてただけなのにこんなに体力消耗するなんて。ねえ、そろそろブローニャに会いに行かない？招待状を送ってきてくれたのはブローニャなんだしさ。それかもっと他のところを見て回ってもいいけど、あんたに任せる。暑いうちにお食べ、冷めると味が落ちるから。あー、ごめんね。大守護者様が言っていたんだ。太陽の日のイベントに謎の客人が参加、ここまでの道のりが順調だったならいいんだが。跳ね上がベロブルグ歴史文化博物館は、ねえ、そろそろブローニャに会いに行かな。それかもっと。球場はよく知ってる、大守護者様。現在のベロブルグの財政危機は君のせいじゃない。もちろんここの誰のせいでもない。でも事実として、ベロブルグが独立した政体として今まで存続してきた以上、この債務をなかったことにはできない。おっと、
大事なお客さんが来たみたいだね。ブローニャ、それにトパーズまで。あ、もうビジネスの話を始めてるの？じゃあうちらはまた後で。大丈夫、ほとんど話し終わって今は結論を出そうとしてたところだから。大守護者様、どうか私の案を真剣に考えてみてほしい。ヤリイロ6が将来的に各星とのつながりを再建したいのなら、カンパニーでのし。わかった、トパーズさん。少し考える時間が欲しい。もちろん。でも君が考えている間、私の同僚がベロブルグで必要な作業を始めるから、上層部と下層部に協力を願いたい。ごめんね、友達との再会を邪魔しちゃった。もう用事は済んだから、ゆっくり思い出話でもして。じゃあ私はこれで。トパーズってあんなに強硬な一面もあるんだね。話しやすい人だと思ったのに。来てくれてありがとう。ごめんなさい、本当なら盛大に二人を迎えたかったんだけど、あのカンパニーの使者に思考を乱されてしまって。二人の前だから隠さずに言うけど、正直今は太陽の日のことを考える気力がないの。面識があるみたいだから彼女の身分の説明は省くとして、あなたたちが初めてベロブルグに来た時、ここの歴史について聞いたことがあるでしょ。700年多くの歴史的な事件は吹雪に埋もれてしまって、それらの記憶は歴代の大守護者にも受け継がれていないの。トパーズさんが教えてくれた。700年前に性格がヤリイロ6に落ちた時、もともとこの世界にいた外来者たちは迫る危機を予見して次々と去っていったって。その外来者の中にはスターピースカンパニーの投資者たちも含まれていて、彼らは星を離れる直前あることをした。投資者たちは己の強度を守り抜こうとする謙遜者たちを探して、災害を回避するための多額の資金を提供したの。その資金のおかげでベロブルグはこんなにも高い壁を築き上げられた。初期の自動騎兵の開発費もその資金から出したものなの。そんなことがあったんだ。じゃあトパーズが言ってたビジネスって、ベロブルグに来て借金を取り立てること？ええ、おそらくは。何それ、よりにもよってこのタイミングで。うちらが性格を取り除いてなかったら、その債務だって放置されてたはずなのに。そんなのただのいじめじゃん。彼女によれば、建造者とカンパニーの投資者が約束した返済期限は280年。でも借りてから100年も経たないうちに、ヤリイロ6は全銀河とのつながりを断たれてしまった。ヤリイロ6が破滅レベルの打撃を受け、文明がなくなったと思ったカンパニーは、その投資を不良債権として認定したの。でも性格の危機が排除されたことで、カンパニーはベロブルグが今まで存続していたことに気づいて。だから借金を取り立てるためにトパーズを送り込んだ。そう、元理ともどもね。鳥肌が立つくらい、あんなにすごい数字の羅列、正しい読み方すらわからない。
あなたたちが入ってくる前、トパーズさんに警告されたの。あまり返済を滞らせない方がいい。自分はカンパニーから強行手段を取る権限を与えられているって。まさかこんなことになるなんて。うちカンパニーはベロブルグの再建を手伝いに来たんだと思ってた。そうだね、うちらもブローニャを手伝おう。カンパニーの勢力ってめちゃくちゃ大きいから、ベロブルグだけじゃ解決できないかもしれないし。スターピースカンパニーについてはあなたたちほど詳しくないけど、書籍の記録が正しければあれは全銀河にまたがる巨大だから。だからあなたたちが来てくれて本当に嬉しいの。お祭りに参加することが本来の目的だって分かってるけど、でもあなたたちに請求列車に救援を要請したい。私の代わりにトパーズさんを説得してくれる？銀河に轟く列車の名声を借りれば、もしかしたら。安心してブローニャ、友達が困ってるのに熱意ある七死人が断るわけないでしょ。あんたは交渉が得意だもんね。ありがとう。また面倒ごとに巻き込んでしまって本当にごめんなさい。二人がトパーズさんに会いに行っている間、私も対応策を考えてみる。幸運を。あ、それと安全には気をつけて。ごめんなさい、またベロブルグの問題に巻き込んでしまって。二人がトパーズさんに会いに行っている間、私も対応策を。トパーズさんが教えてくれた。700年前にその外来者の中には、投資者たちは己の強度を増す、その資金のおかげでベロブルグ、彼女によれば喧騒者とカンパニーのヤリーロ6が破滅レベルの打撃を受け、でも性格の危機が排除されたことでカンパニーはベロブル。ありがとう。